北信越支部リポーターの石垣カレンです。今回は新潟県の長岡市にやってきました。冬の温泉っていいな。やっぱり自分の好みの温度に合わせて座るといいかもしれないです。最高に美味しいサ飯セット。着替えてきました。じゃあ早速中見ていきましょう。もう入ってきた瞬間からね、上空がもくもくと幻想的ですね。冬だからなんですかね、これも。温泉の香り、温泉の香りがします。で入るとね、すぐ右側にサウナ室があります。ちょっとオロポの CM という感じで、なんか大々的にオロポがあるんです。で、これが水風呂ですね。ちょっと広めの水風呂があって泡風呂があります。おこごこ風呂。私露天風呂に入りたいので、今回は露天風呂の方で湯通しをしていこうと思います。じゃあ早速外を出てみましょう。オープン。待って、寒い。え、待って、そっちにもあるんですけど。あ、2個ある系の露天風呂みたい。だって寒すぎて見えてなかったんです。ちょっと一旦手前で温まらせていただきます。あったか。結構寒いから湯煙がめっちゃ立ってます。湯の花、湯の花、茶色い湯の花がふわふわと浮かんでおります。温度も心地の良い温度なので、うん、割とねずっと入ってられる温度かなって感じでございます。けど奥にももう一個ね露天風呂があったので、ちょっとそっちに移動してみましょう。待って、景色すごい。ちょっとね沈んでたからね、全然こっち見えてなかったんですけど、やっぱ高台にあるからなのか見渡しがいいです。やっぱりヌメヌメします。ちょっとだけ、ちょっとねなんか濁りっぽい感じでございます。景色はね、ちょっとここから座ってるとあまり見えないんですけど、弥彦山が見えるそうです。今はちょっとね、煙しててちょっと見えてないんですけど、ね、冬のね、温泉はいいですね。と湯煙がほかほかして、私は好きです。冬の温泉っていいな、やっぱり。もうね、十分温まったので、そろそろサウナ室に向かおうと思います。もうすでにオロポ飲みたいんですけど、私宣伝にやられました。じゃあサウナハットかぶって行きましょう。結構広いんじゃないですか。ここは3段で、座面もねゆったり座れるぐらいの広さになってます。ここにさ、こうやって座ってみるとさ、なんか映画館っぽくないですか。わかります、こういうで80度ぐらいですね。本当あれですかね、上だからめっちゃ暑いんですかね。あと僕の前だから、やっぱりこっちの方がちょっとだけ温度低いかも。1段ごとに10度ぐらい変わるの。やっぱ10度
20度ぐらいの違いがあるんですかね。でも私は結構厚塗りが好きなのでやっぱ戻ります。さよなら。戻ります。やっぱ暑い。全然違うかも。あんまり暑すぎずに入りたいっていう人は一番下の台に座ったりとかして自分の好みの温度に合わせて座るといいかもしれないです。私はあちあちが好きなんで上段に座って入ってきます。じわじわとじんわりと汗が出てきたので水風呂に入りに行きましょう。ちょっとすごい今水風呂浴マシマシで水風呂に入ったので超絶気持ちいいです。温度結構さ、これそんなに冷たすぎないはず。これずっと入ってられる。サウナ室の温度低かった。そんなに高くはなかったけど、なんだろう、水風呂との温度のバランスっていうか結構ね絶妙なバランスなんじゃないかな、うん、水風呂も気持ちよく入れるサウナの温度でした。これさマジでずっと入ってられる。あ、でも全然私いい感じです。ここですかね、大丈夫。あ、全然寒くない。待って、すがすがしい空気ですね。外気浴も終わったので楽しみにしていたサ飯に行きましょう。何あるんですかね、全くメニュー見てないんですけど行きますか。サ飯、サ飯、お待ちかねのサ飯いただいていきます。ポロポから、あ、大きい氷がねドーンって2個ぐらい入ってるんですけど、いただきます。うまっ。この大きい氷、源泉氷って言って温泉を凍らせて作った氷なんですけど、でちょっとしょっぱくて塩分吸収もこれでできちゃいます。こちらのサ飯セットをいただきます。こちらは新潟のサウナイベントでとっても人気があったサ飯なんです。じゃあ最初このツヤツヤしたおにぎりからいただきます。うん、地元で作ったお米を使ってるおにぎりで、味付け多分塩のみ、なんかシンプルでお米本来の美味しさが感じられます。でこっちが麻婆麺になります。山椒のスパイシーないい香りがしますが、ちょっと早速いただきます。うん、思ったより辛い。結構辛い。本当に辛い。辛いの大好き人間なんでちょうどいいんですけど、こっちは結構濃い味付けだけどこっちは割とねシンプルな味付けで、塩むすびとの相性がめちゃくちゃいい。サウナで結構ちゃんとしっかり汗をかいたのでしっかり塩分補給もできるし、最高に美味しいサ飯セット。
チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。